さあ鳥羽水族館から移動して今回泊まるお宿はファブホテル伊勢でございます。なんとなく調べてすごく綺麗で安かったところだったんでいいんじゃないかなと思います。早速行ってみましょう。どうぞ。マスク忘れた。テラス席みたいなもん。お会計もすごい全部ハイテクだった、ね、デジタルパネルで、うん、すごい上も鏡で、お、本当だすごいエチだねエチ。オープン。パチパチパチ。あら、かわいい。かわいい。かわいいですよ。あ、すっごいこじんまりだ。超必要最低限。こことここまで。わ、すごい、ちんまりルーム。ね、でも怖くないね。あの、なんていうの。怖くないね。怖くない。これで伊勢市街をブラブラして、この後、近くのスーパー銭湯行って、サウナ入って、そして地元で人気の餃子を食べて、で、次の日、路上起き。そして伊勢神宮を攻めるということですね。じゃあ行きましょう。飲めるじゃん。ということでホテルからね、軽いものを食べようと思いましたが、気づいた時には伊勢味噌ラーメンが食べましょう。フードファイターなんで食べましょうか。美味しそう。いただきます。余計に美味しいね、うん、気持ちいい。三田酢の湯ということで、なんだっけ整いました。あ、整いましたし、何してたんだっけ。あ、そうだ、ラーメン食べて。ラーメン食べて。もうなんか記憶ぶっ飛んでる。伊勢味噌ラーメン。そうだね。で、三田酢の湯に来たと。そう。はい、これはもう黄金ルートですね。最後ちょっとギリギリで人気のね、餃子の店で行って、テイクアウトして晩酌しながら早起きするために早寝するっていうことですね。とりあえず行きましょうかね。整いました。気持ちいい。気持ちいい。風。見ました。赤いの。見えましたよ。赤いのが見えました。ジャンボリーミッキー関係ねえんだよ。ノンアル。うわー、これが 100% 美味しい。ということで、先ほどみすゞのお兄さんがまた電気をつけて写真も撮ってくださいました、ね、優しかったですね。そしてもう真っ暗です。美味しかったな。真っ暗だからもうちょっとこれ多分編集しようがないけどこっちに映さないだろうから、こうか。もうこれであとはもうホテルに戻って寝ます。おやすみなさい。はい、伊勢神宮行きましょう。電気消えた。帰ろう。おはようございます。時刻は朝の5時48分です。爆睡でした。サウナ行って餃子のみすゞで夜食、爆睡し朝を迎えております。まだ日は昇っておりませんが、これから伊勢神宮の外宮の方に行きます、で6時からですね、近くでパン屋が営業開始するようになって、そこでパンを、ね、買ってから向かおうと思いますんで、なんか少しでも旅の参考になれば幸いでございます。それでは行きましょう。さあ、たどり着きました。てか朝だんだん明るくなっている。渡月堂というパン屋、渡月堂楽しみ。あ、かわいいパン屋、行ってみましょう。さあ買いました。見てこのシュガーレーズン、めちゃ長いネギの長さすごいね。やったね、やったね。サンドイッチもね、味噌カツサンドとか、なんかすごいなんかね、こんなのがあって、うわー、味噌カツ卵サンド、うわー、おいしそう。あ、美味しい。着いたぞ。着きました。うわー、良さそう。ついに着いたよ、伊勢神宮。外宮ですね、まずは。うわー、かっこいい。かっこいい。トレイかっこいい。サンドかっこいい。ここで伊勢神宮外宮をご紹介。外宮とは別名豊受大神宮と呼ばれていて、豊受の大神という神様を祀っています。
内宮のアマテラスのお食事を司る衣食住産業の守り神としても、敬拝されているそうです。さあ歩いてきましたけど参道、ここは三石でございます。三石ご存知ですか？初めて知ってます。ここの場所でお祓いの何かこう式とかやられるそうですよ。パワースポットとか言われてるからみんな触ったりするらしくて、触っちゃダメよでこういう柵ができたとかできてないとかそしてこちらは古殿地と呼ばれているところで、正宮と同じ広さがあり、前回の遷宮まで御殿が建っていた場所という、中央には神の御柱を納めする大屋っていうところがあって、ここは古くから神聖なものとされておりました。で、遷宮っていうのが伊勢神宮で20年に一度行われる正宮のお引越しになるんですけど、明確な理由は定かではないらしくて、まあ、どうやら建築技術とか調度品とかを現在に伝えることができて、まあ、これによってね、神と人、国家に永遠を目指したと考えられていると言われているそうです。さらに下宮にはですね、別宮と呼ばれる正宮と、まあ、また別のですねお参りするところがありましたので、そちらも見どころです。さあ、そして、あ、すごい青空が綺麗ですね。内宮の駐車場に着きまして、これからね、下宮をお参りしながら行きます。内宮の方に。内宮やっぱすごいね、人がもうすでに、車がね、もうね、いくつか駐車場満車だったんでね。てか駐車場5倍ぐらいあるね。あの湯気はお饅頭の湯気か。あ、お饅頭湯気か。行ってみましょう。銭湯の方かな。まあいいや一回とりあえず行こうか。とりあえず参りましょう。参りましょう、はい。内宮に行くにはですね、このお祓い町って言われてるところを通っていくと、ね、来たことあるんでしょ、何年か前に。来たことある。楽しみですね。楽しみ。何食べたいんですか？松田がぎや肉ですね、昨日からずっと。あと手こね寿司。他は赤福みたらしたん年始ばっかりだまだね、ちょっと時間的にオープン前のお店がばっかりなんで、お参りした後ここに寄ってね、ご飯食べて嬉しい行きましょう。いや、天気にも恵まれてすごい最高ですね。朝ということもあって天気がねすごく穏やかだったんですけど、人通りもまだすごく少なかったんですよね。はい、本当にレトロな街並みが最高でした。これもう着く？着きます。おお、着いた着いた。鳥居がある。行きましょう。いいね、いいね。うわ、すごい綺麗だね。ちょっと見てみよう。ああ、うわ、美しい、綺麗。あ、すごい、すごそう。あれを間近で見れるんだ。美しい。てか静か。わ、すげー、美しい。観光地みたいな、そうなの、本当に美しい。たくさん歩いて着きました。あの奥が内宮の一番のところですね。来た覚えがある。来た覚えがありますか、はい、ね、あそこ入ったらね撮影禁止なんで。あ、そっか。そう、お参りして昨年の感謝と今年の感謝と、そしておかげ横丁、お祓い町で、とりあえず待ってください。はい、行きましょう。はい。テーマパークみたいな、うん、まあ、ぐるって回ってみようか、うん、いいね。うわ、さっき松坂牛串食べたんですけど普通のお肉と何ら変わんなかったんで、みたらしとね黒蜜団子で牛串リベンジね。あとやリベンジしよう。めちゃめちゃ綺麗だね。食べま
や、黒蜜も1個食べてるっていう。じゃあ私みたらしもらうでいい。うまいだろう。これだよ。うまい。これだよ。最高じゃん。最高。松坂牛リベンジ、松坂牛コロッケ、めっちゃ美味しい、うん、泣きそうじゃん。じゃがいもが、うわすごい、すごい神断面、みっちり、みっちり、半分食べた。あっとじゃあミンチカツですね。あ、いよいよミンチカツ食べてください。見てお肉の断面、ジューシー。これはうまそうだ。メンチカツじゃなくてミンチカツ、ね、名前が可愛いな。切れ始めてんじゃん。美味しい。さあまだまだ食べますよ。赤福と吹きの塔、卵の黄身を使った白あんの料理になってる。で、お抹茶と、あ、おいしい。苦くない、そんな。おいしいですか、うん。美味しいですか、うん、食欲止まらないですね、もう。はい、ということで伊勢鳥羽の旅後半もおしまいです。途中でですね、ミラーレスカメラの電池が切れてしまって、写真とか、iPhone も電池がちょっと切れそうだったんで動画なかなか撮れなかったんですけれども、まあ少しでも雰囲気が伝われば、参考になれば幸いでございます。よかったらいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。